皆さん、こんにちは。リズペティ犬の子病気事典です。今日はヨークシャーテリアについて、特徴、性格、買い方、歴史と起源、気をつけたい病気、価格相場、獣医師からのアドバイスの順に解説します。それでは早速、始めましょう。ヨークシャーテリアの特徴について、動く宝石と言われる美しい紐を持ち、チワワに次ぐ小さい犬種です。ヨークシャーテリアは、 絹糸のような美しい着毛を表して、動く宝石とも言われ、世界中で親しまれている愛眼犬です。ヨークシャーテリアは、チワワに次いで小さな犬種ですが、中には 7kg 程度の大きさになる子もいます。体高は 22.5cm から 23.5cm 程度とされ、体重は 3.2kg までとされています。頭頂部は平らで、V 字型の小さな耳や、ピンと立っています。目は適度な大きさで、 暗色に輝いていてます。マズルは丸くて低い形状で鼻先は黒々としています尻尾は背の高さよりも少し高い位置で保持されています断尾する習慣がありますが最近は自然のままにすることが多くなっているようです引き締まった体型でひもに隠れていますがあばらが程よく張ってがっしりとした胴回りをしていますヨークシャーテリアの性格について 勇敢で自己主張が強く愛情深い性格です多くのテリア犬と同様に勇敢で自己主張が強く警戒心が旺盛です飼い主に対しては愛情深く接しますが家族のそばにいられないとストレスを感じてしまうこともあり甘えん坊の一面があります自己主張の強さ警戒心の強さから無駄吠えをすることも多いので 集合住宅では注意が必要です。甘やかすと、わがままになってしまいますので、子犬の頃からしつけを徹底しましょう。しっかりと社会性を身につければ、わがままな部分や、攻撃的な気質が抑えられ、理想的な家庭犬になれるでしょう。また、表情が豊かで、子供のいい遊び相手になってくれることでしょう。ヨークシャーテリアの飼い方について、紐を美しく保ちましょう。 ヨークシアテリアを迎えた際に最も気をつけなければいけないことは美しいひ毛をどのように保つかということです一般家庭では短めのペットカットにすることがほとんどですが短くしたからといってひ毛のお手入れをしないでいいということではありませんブラッシングを怠ると毛玉ができてしまい皮膚炎の原因になることがありますまた目や口の周りの毛は常に清潔に保っておきましょう 運動量は少なくても問題ありません。室内で遊ばせるだけでも運動量という点では問題ありませんただし社会性を身につけさせるためにも短時間の散歩にも連れて行くといいでしょうヨークシャーテリアの歴史起源についてイギリスのヨークシャー地方の出身です工業地帯であるイギリスのヨークシャー地方の行員や炭鉱夫たちがネズミを退治するために 19世紀中頃に作出した犬種であると言われています。当初は今よりも大きいサイズで、黒っぽい外見をしていましたが、後にアメリカに紹介されてからは、小型化とひ毛の改良が進み、現在の姿になりました。ヨークシャーテリアの気をつけたい病気について、骨、関節はあまり強くないので注意が必要です。ヨークシャーテリアの寿命は13歳から16歳とされていますので、 比較的長生きな犬種と言えます。小型犬に共通して言えることですが、骨や関節が強くないため注意が必要です。室外骨内包脱臼膝のお猿である室外骨が正しい位置からずれてしまう疾患です。パテラと呼ばれることがあります。後足を居上する。触ると嫌がる。後足を引きずって歩く。などの症状が見られます。 レッグペルテス病大腿骨頭無菌壊死と呼ばれる疾患です大腿骨の体側の先端である大腿骨頭が病原体などの感染によらず無菌的に壊死します若齢の小型犬でよく見られる疾患であり片側性の徐々に進行する痛み足の居上などの症状が見られますまれに両側性に見られることもあります 治療に対する反応性はいいですが、え死した大体骨頭を除去するために、外科的な処置を行う可能性が高い疾患です。気管巨脱。気管巨脱とは、気管軟骨が弱くなってしまうことと、気管筋が伸びてしまうことで、気管の機能が低下してしまう疾患です。気管巨脱は、非常によく見られる呼吸器疾患の一つです。軽度の気管巨脱の場合、 特に症状が見られないこともあります進行してきますと咳やアヒル用呼吸音と呼ばれるガーガー鳴くような呼吸が見られるようになりますさらに進行してきますと呼吸困難が見られます舌の色が紫色になっている場合チアノーゼと呼ばれる低酸素状態で非常に危険な状態です最悪の場合は呼吸停止を引き起こし死に至ることがあります 僧帽弁閉鎖不全症。犬で最も多い心臓病であり、左心室と左心房の間にある僧帽弁がきちんと閉まらなくなる疾患です。僧帽弁の機能不全により、全身の血流低下と心負担増大を招き、様々な症状を引き起こします。すぐ疲れる。散歩に行きたがらない。咳が出やすい。 呼吸が浅く早い。血ーゼ、咳をした後気絶する。ふらつく。突然、元気がなくなり倒れ込む。などの症状が見られるときは、僧膀弁閉鎖不全や他の心臓病の疑いがあります。白内障。白内障は、眼球内の水晶体タンパク質が不可逆性の変化を受けて不透明化することによって起こります。 その原因は、加齢、遺伝、外傷性、代謝性など、多岐にわたります。白内障はステージによって、初発白内障、未熟白内障、成熟白内障、過熟白内障に分類されます。初期は視覚に影響はありませんが、徐々に視覚は失われていきます。歯周病。 歯周病とは歯周組織が破壊吸収されることで歯を失う進行性の炎症性疾患ですその発症要因は歯垢中の歯周病原細菌であるとされています歯周病に見られる症状は口臭歯垢歯石の付着歯の動揺歯の脱落硬いものを食べづらくなる出血疼痛くしゃみ 花水などが挙げられます。ヨークシャーテリアの価格相場について。ヨークシャーテリアの相場は30万円から40万円程度になりますが、血統によっては60万円程度と高価になります。獣医師から見たヨークシャーテリアを飼う際のアドバイス。骨は強くありませんので注意しましょう。骨が強くありませんので、 骨折に注意しましょう。抱っこしている高さから落としてしまうだけでも骨折することがあります。また暑さや寒さには弱いので室内の温度管理および屋外では洋服を着用するなど対策をとりましょう。テリア犬種特有の気の強さが見られますので甘やかすとわがままになってしまいます。また噛み癖が出ることもありますので早いうちから対策をとりましょう。 ヨークシャーテリアの飼育チャートについて。初心者でもかなり飼いやすいです。しつけのしやすさは普通程度です。お手入れはやや難しいです。気象は普通程度です。多頭飼育のしやすさは普通程度です。必要散歩量はやや少ないです。病気への強さは普通程度です。抜け毛が非常に少ないです。 やや吠えます。匂いは普通程度です。テリア犬種特有の性格、手入れの大変さなど注意点はありますが、物覚えも悪くなく愛情深い性格ですので、トータル的には飼いやすい犬種と言えるでしょう。以上で終了となります。今回の動画がこれから飼育を検討されている方、すでに飼育されている方のお役に立てれば幸いです。また、 この動画が参考になった方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。